そういえば、大地さんと同じように渋谷でパフォーマンスしてる、大森修太さん。あ、修太くん。修太さんの方から応援メッセージが届いてるんで、ちょっと見てみましょうか。あ、はい、わかりました。僕たちも毎週渋谷で外国人を助けるっていうボランティアをやってるんですけど、毎週毎週やってる中で、あの人も、またいるなみたいなのがだんだん自分の中に出てきて、でうちのメンバーとかも大地さんのところにフリーハグしに行ったりとかして、でそういうのを見ていて、で毎週いますねみたいな感じで声かけたのが多分一番最初かなっていうふうに思います。とですね、まあ、フリーハグやってる人たくさんいるんですけど、大地さんのところですごい面白いなと思ったのは、その目を離してる隙にっていうか、だんだんこう仲間が、フリーハグ仲間みたいなのが増えていて、で、特に外国人観光客の人とか外国人の方とかも含めて、こう、なんだろうな、仲間として横に現れたりして、一人でやってたのにだんだんこう人数が増えていくっていうのがすごく面白かったですね。ですね、まあ僕としては、その100回、で終わらずにこれからもずっとやってほしいなっていうのは、まあ一つありますね。まあなんでかって言ったら、まあ一つはその自分たちの活動をしている横に、まあその一緒に挑戦してるというか、活動は違うんですけど、なんか一緒のなんかチャレンジャーというか仲間っていう意識が僕の中に勝手にあって、なんかこう大地さんがいたりとかで、僕たちが活動しない日とかも大地さんがやってるのを見ると、あ、今日もいるなっていう感じで、なんていうんですかね、こっちも親近感湧くというか、今日も頑張ってるなっていうのをいつも見れていたので、まあある意味落ち着くっていうか、いつもの風景が大地さんがいる渋谷っていうのが僕の中の一つの渋谷だったので、まあ、これからも続けてほしいなとは、フリーハグに限らず何か渋谷で挑戦してほしいなっていう思いはあります。すごい、あ、そういう感じな。僕は大地さんと前何回かやったことありますけど、あまりそこまで大地さんがやってるところを見てないので、ね、ね、あ、そういう感じなんだなっていう。そうですね、すごいですね。俊太くん その、はい、前やってたその団体のボランティア団体があって、はい、その外国人の人を道案内、観光案内をするようなことをやってて、うん、で毎週その1回だったり2回だったり3時間ずつだったりを、その同じ本当隣で黄色い看板で、うん、いやなんか Help you anything とか Ask me anything みたいな感じで、すごいいつも10人ぐらい5、6人いてやってて、最初初めて見たのが実は原宿で、原宿の降りたところのギャップの前で2人看板を同じように抱えてる人がいて、自分もまだそのフリーハグ 2、3回目の時で、あ、同じようにパフォーマンスこうやってもやってる人いるんだと思って、いいねと思って、で俺全然その団体のこと知らなかったんで、で話してみたら、ちゃんと許可を取ってやってる、うん、渋谷警察署に許可を取ってやってるって聞いて、うん、ちゃんとした団体の人たちのその活動なんだと思って、あ、わかりましたって言って、あ、じゃあはいはいって言って自分は離れてって、で渋谷でやった時に同じ看板持った人を見たので、うん、この間会った違う人たちだけど、うん、結構いっぱいメンバーがいるんだなと思って、うん、で家に帰ってインターネットでちょっと調べてみたら、結構実績を作ってる人たち、その団体のね、例えばニュースに出てたりとか、うん、まあ何かの記事に紹介されてたりとか、もう実績を作ってた、うん、だからだいぶ先を行ってる、まあ人なんだなって思って、まあ、代表その時俊太君、大森俊太って書いてあって、うん、彼がリーダーなんだ、そういえば彼見るなと思って、で自分がその時思ったのは、調べていくと彼も最初一人でパフォーマンスを始めたってとこだったからね、だからスタート俺と一緒だと思って、でも彼はここまで形にしてるんだと思って、すげえなと思って、うん、単純にで、どうやってそこまでたどり着いたんだろうと思いながら、うん、でもそれを自分からは聞かなかったの、うん、で俺いつもパフォーマンスやっているなと思ってたんだけど、うん、でも俺もそういうところに行きたいわけだったから、うん、自分にそのプレゼントした課題っていうのは、与えた課題っていうのは、自分もレベル上げてフリーハグでその人に興味持ってもらうぐらいまずやり込もうと思ったの、
やり込んで興味持ってもらって話しかけてもらうぐらいの、自分にはあの実績がなかったから、うん、だから本当に熱意と行動量でカバーするしかなかった、うんうん、本当そこだけで勝負っていうかもうそんな感じで、そう40回目ぐらいの時に一つか二ついつもやってますねっていう会話から始まって挨拶するようになって、うんうん、まあ70回目ぐらいで一緒に話してご飯食べたりとか、まあ、そういう感じのお話一つずつするようになって、うん、だ今回その応援メッセージいただけたのはすごいなんかあのうわ一つこう一つ成果だなって自分の中で、うん、本当そこが一つの自分の中での目標だったりしたんで、だから一つちょっと届いたなっていう気がしてます、うんうん、素晴らしい